仙台市の郡市長は、市内の接待を伴う飲食店で、県内では過去最大となるクラスターが発生していることについて、強い危機感を持っていると話しました一方で、この店の検査,検査対象者で、まだ検査のメドが立っていない20人については、根気強く呼びかけていくしかないとしています。接待を伴う飲食店におきままして昨日までの感染者が 49人と県内で最大規模のクラスターが発生しておりますことに対して、強い危機感を持って受け止めておりますまた、郡市長は、この店では発熱の症状があれば出勤をやめるように呼びかけていたものの、それ以外の症状の場合は出勤していたため、従業員の健康管理に課題があったと指摘しました。この店について市は 青葉区のホストクラブフェーズであることを認めていて、郡市長は今のところ、この店での勤務状況が感染を広げたとしました今後、感染が確認された関係者の行動歴で共通する点がないかなどを調べ、さらに感染が拡大する恐れがないか注視する考えを示しました。 関落が一帯に広がるものなのかどうかということはまた別の問題ではありますが、関係性がそこで何か出てくるものがあるかどうかは見ていかなくちゃいけないと思っています仙台市では、店の関係者96人を対象に検査を進めていますが、このうちの20人は検査に応じなかったり、連絡が取れていません。 根気強く呼びかけていくしかないとしています。